お願いできますか。お父さん。社長じゃない。あ、ほら。ね、あかりちゃんがですよ。ありがとうございます。はい、あんまり動かないです。コーランからちょっと感じの方なんですね。ベリーベニの天。ランは違う。ランが難しい。レストランになるんですか？確かに、なんで確かになってたの？ちょっとなんか緊張…慣れてなくて、ステージとかさ。はい、ちょっとじゃあ見せてあげて、これ。めちゃいつもありがとう。ただいま。どんどん売れてよ。頑張る。ずっと前ですけど、4列でどの辺で買った？一番上ら辺の東京。でも今度トリニータの大分トリニータの仕事が一個決まった。まさか石井さんとかこの子出らんな。いろいろね、みんな舞台やってんだけど、舞台がね、今ほらこういう時期なんであんまりできないんですよ。あの小宮君も舞台の方を中心にやってて、なかなかもう大変ですよ。もうこっちのこの場外もね、生の舞台がねできないから。お前サインがあるんだ、お前。はい、いや、早かったら考えてたんです。中1にできた、はい、絶対に俺は書くと思って。初めてお前のサイン見てな。あ、なるほど。じゃあ元気だってな。元気だってよ。本当なら、もう引退しようと思って。なかなか人が入らないの。あ、そうな。兄ちゃんだみたいな、なかなかやれんから。おいちゃんが何歳？1年。